皆様こんにちは。はじめに新型コロナウイルス感染症への対応でございますが、これまでも市民の皆様方には感染症対策にご理解とご協力を賜り厚く御礼を申し上げます。昨今の情勢を見ますと、急激な感染拡大によりまして県内の入院患者の増加に歯止めがかからない状況でございます。病床が逼迫しているということの中で、令和3年の8月31日まで茨城県の非常事態宣言を発出をしたところでございます。また、国からですね、茨城県全体が8月20日から9月12日まで緊急事態宣言の発令を受けたところでございます。そこで市では市内の公共施設等につきまして9月12日まで原則休館とし、一部の施設でも時間の短縮や利用の制限など条件を付しての運営とさせていただきます。利用される皆様方には大変ご不便をおかけいたしますけれども、ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。またワクチンが接種がですね、お済みの方につきましても、諸外国ではですね、ブレイクスルー感染という形で、感染をしている事例も生じております。マスクの着用など基本的な感染対策をお願いしたいと存じます。それでは本日の発表事項に移ります。はじめに令和3年第3回取手市議会定例会議案についてでございます。会期は9月1日からとなります。定例会に提出いたします議案は、条例の一部改正が1件、工事請負契約の締結が1件、令和3年度補正予算が6件、補正予算の専決処分の承認、予算の継続費精算報告書、令和2年度決算の認定、公平委員会委員の選任同意、人権擁護委員の推薦など、合わせて23件を提案いたします。はじめに条例の一部改正は、取手市政治倫理条例の一部を改正する条例を提出いたします。工事請負契約の締結につきましては、取手駅西口ペデストリアンデッキ整備工事請負契約の締結についてであります。取手駅北土地区画整理事業の取手駅西口ペデストリアンデッキの整備にあたり、季節デッキ部の改修及び歩行者用シェルター等の設置工事を行うものです。次に令和3年度補正予算についてです。はじめに議案第48号一般会計補正予算第8号についてご説明いたします。一般会計補正予算の総額は6億307万7千円の増額で、補正後の予算総額は387億7千601万7千円となります。歳出補正予算の内容ですが、1点目にふるさと取手応援寄付金の増額に対応するため5億3252万円を増額いたします。より多くの方に取手市と市内特産品の魅力を発信する取り組みの一つとして、8月から民間ポータルサイトを合計4つに拡充したことや、市内事業者の返礼品が引き続き好評なことなどから、寄付額が当初予算より大きく上回る見込みです。このことから寄付金を基金に積み立てるための積立金及び業務委託料等の経費を増額いたします。2点目に新型コロナウイルスワクチン接種を推進させるため7055万7千円を増額いたします。新型コロナウイルスワクチン接種につきましては、現在医療機関による個別接種と合わせて2つの会場において集団接種を行っているところですが、引き続きワクチン接種を推進するため11月までの集団接種の実施等にかかる経費について増額いたします。次に議案第49号一般会計補正予算第9号についてです。一般会計補正予算の総額は7億1248万4000円の増額で、補正後の予算総額は394億8850万1000円となります。主な歳出補正予算の内容ですが、1点目に
公共施設やインフラ等の維持管理や改修に伴う経費として4,364,000円を計上いたします。内訳は市道の則面改修に伴う測量設計委託料や市道の維持管理修繕などの経費です。2点目に民間保育園の施設整備に対しまして2,978,500円の補助金を交付いたします。取手市くぬぎの共生保育園が保育定員を拡大するため保育室の増築とともに既存の保育室及び外壁の改修工事を行うにあたり補助金を交付するものであります。第3回取手市議会定例会については以上となります。次に取手市民会館壁画原画決定についてです。市民会館の壁画は市民会館入り口に描く約280平方メートルの巨大な壁画で文化芸術の発信の場である市民会館に新たなシンボルアートが誕生いたします。壁画制作にあたりましては令和3年6月4日より7月4日まで公募を行い期間中にご応募いただいた中から取手市民会館壁画原画選定委員会にて原画が決定したものです。原画の制作者はおうち美術館さんで作品タイトルは調和する町取手でございます。最も親しみやすい美術品は最も身近な場所にあるという思いのもとに作者と子どもたちが話し合いをする中でカワセミとフクロウを主なモチーフとして夏の花火大会の思い出と合わせることで取手の町を表現したものとなっております。壁画の完成は10月上旬を予定しておりますのでお楽しみにしていただきたいと思います。次に新型コロナウイルスワクチン接種の今後のスケジュールなどについてであります。はじめに妊婦へのワクチン優先接種についてです。妊娠中に新型コロナウイルスに感染すると特に妊娠後期は重症化しやすく早産のリスクも高まるとされています。産婦人科科学会などからも改めて妊婦とその夫またパートナーへのワクチン接種が呼びかけられておりますことから妊婦へのワクチン優先接種を実施してまいります。対象者へは保健センターから通知を発送いたしますので希望する方は申請書を提出していただきたいと存じます。次に全年齢層への予約受付開始についてでございます。市では新型コロナワクチンの接種につきまして重症化リスクが高いとされる高齢者の方から5歳ごとの年齢階層順に接種を進めてきたところです。また夏季休暇期間であることや受験等も考慮し12歳から18歳の年齢層を優先しつつ8月26日現在では予約可能年齢を55歳から59歳まで下げて予約を受け付けていることです、いるところです。しかしながら昨今の急激な感染拡大によります全世代における感染リスクの増加を総合的に判断をしこれまでの年齢の高い順に行っていた予約スケジュールを見直しまして予約を行っていなかった基礎疾患のない19歳から54歳の方の予約受付を9月2日から開始することといたしました。これによりまして取手市は接種対象者となる満12歳以上のすべての年齢での予約が可能となります。次にワクチン接種のキャンセル待ち対応についてでございます。これまでエッセンシャルワーカーなどを中心にキャンセル対応を行ってまいりましたが全年齢層の接種予約の受付開始を受けましてキャンセル分の接種にご協力いただける方を市民から募集いたします。9月2日木曜日の午後から正午から市のホームページの専用フォームで受付を開始いたしますのでご希望の方はお申し込みいただきたいと存じます。以上で私からの説明を終わります。